レッドスターベオグラード2、2レシーミラエルラウド32ファーストレグ、UEFA ヨーロッパリーグ、エルラウンド32ファーストレグ、レッドスターベオグラード対、AC ミランが現地、18日に行われた。試合は2、2のドローに終わ、今シーズンの海外サッカーはダゾーンで、いつでもど、でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、レッドターのホームで行われた一戦。ミランではジュキッチやレビッチ、ベ、ナセルやカスティエホなどがスタメンに名を連ねた。ミランは手のオウンゴールで先制に成功。前半を1点リードで折り返すが、ロマニオーリのハンドで PK を得。これをカンガが決め、ミランは同点に追いかれる。61分、自ら得た PK をエルナンデスが決め、ミンが勝ち越しに成功する。このまま試合終了と思われたが、試合終了間際にレッドスター、チャンスを迎える。右 CK からのボールをパブコが頭で合わせ、ゴールネットを揺らした。勝利前だったミランは、終了間際の失点でドロー、下敷地で2得点を奪い、ベスト16進出へ優位に行った。得点者、42分01パンコブ、ODE。ミラン52分1、1カンガ、レッドスター61分1、2エルナンデス。ミラン93分2、2パブコフ、レッドスター、両。